全国的に暖冬が続いています。県のまとめによると、平成27年度の県内スキー場の来場客数は前年度比 9.4% 減少で2年ぶりのマイナスとなりました。雪が降るはずの時期に雪が降らないことで、レジャー施設は大きな影響を受けています。若船高原スキー場代表取締役永井真嗣さんにお話をお聞きしました。当然のことですが、降雪が遅れれば営業日数が減ってしまいます。我々の収入も減るということになりますが、また雇用者にとりましても賃金が減るということにつながりまして、結果的にこれが雇用難につながる恐れもあります。さらにスキー場では地元から仕入れる燃料ですとか食材ですとかも多くあります。こういった方々の利益を損ねることにもつながってしまいます。非常にその豊かな自然を背景にした産業が多くあります。で、暖冬小説によって、温泉旅館のお客様ですとか、さまざまな観光に対する影響も多くあります。こういった日本の四季が崩れることは非常にこの村に与える打撃も大きいものですので、やはりその四季を守る冬はきちんと雪が降っていただくということが我々にとっても非常に重要なことになります。では気温上昇と降雪量の関係について気象予報士宮崎由衣子さんに解説していただきます。地球温暖化によって気温が上昇すると、新潟県のような雪か雨かの狭間で降っているような土地では雪が雪ではなく雨として降ったり、雪が溶けやすくなったりしますので、結果的に雪の量が少なくなるということは考えられます。今までのように新潟県内のスキー場に雪がたくさん積もるということがなくなってしまうかもしれません。